もう一軒家っや、一軒家だよ。戸建てだからな。まあ、もう名義も。あの。書いてあるから。うん。 スト、おはようまあとにかく立地は立地っていうかうーん場所はな最高っちゃ最高だけどねかっこいいねうちの家のフロア 扉開けると、外に露天風呂があって、そこから滝壺まで飛び込めるからな。<laughs> 最高だろお親の年金で傍若に返してやるやああまるまる ああ、それだったら、まっちゃんだったら、あんたに、そうやって、あの、面倒見てくれた人だったら、私が何とかするよって、まっちゃんは言うと思う。うん。うん。もうお前に関係ねえよ。まるまる。出てくんな。以上です。 あったただななんか楽しいことやりてんだけどな何が楽しいかな田舎で楽しいことってあオープンはしないよ うん。あの、俺は、あの、いついつからやるとか、どうのこうのとか言わないよ。うん。だって、そこで商売するつもりはないから。うん。大森ちゃん、いらっしゃい。うん。 うんだから俺は別にあそこの家はあのまんまあるからまあとりあえずそこはあるんだろって言ったらあるって言うからうんってそっかあとは俺がまあとりあえず長男の長男が俺だから 俺かってなると、でも、まあ、俺、勝手になんか好き放題やっちゃいそうだから、ビレッジズに嫌われそうだからな、ブラックだからな。ふん。 まあとにかくうちの母親とか父親はあまあいつでもうん帰ってくりゃいい,いいようんって感じうん。お前が今 大阪で何やってるのかいちいちはわかんないけど。って感じ。老人ホームに入るから空き家になっちゃうから帰る。行ってることはよくわかんない。 うん。草の芽おはよう。え老人、誰が老人ホームに入んの囲いがピキってる。あ、もうピキってでもいいよ。俺はもう間違いなく。 あのー、さっさと大阪を後にして、静岡に引っ越そうかと、もう、これで、うん、脳みそが決まりました。バカ相手してらんねえや。あ、うん、さよならさん。え <noise> 知らねえ、俺は、原の放送なんか見、見に行ったことねえから。 うん。あいつは、俺と会うと、すぐブルって、うううってなっちゃうから、うううみたいな。うううな、うううなよーとか言って。似てんだろ。 いい年こいって実家暮らしってブームやんそれは綾瀬誰のこと言ってんの誰が実家暮らししてんのよ知らねえよそんなのいちいち気にしてねえようん誰よ あ、俺が昔言った言葉。いや、いい年こいても実て、実家じゃなくて、自分で独立するのもありじゃないのっていう意味で言ったセリフだ,だけどね。うん 親と同居するのですかさあ、どうだろうね。まあいいじゃないですか。皆さんには、一切のデータはもう二度と出しませんから。とにかく俺は大阪からは消えますから。よろしく。 ありがとうございます。だいぶ、大阪の街にあの、すごく助けられたから。ありがとうございます。あらす。